ただ、よしはしと同じ入門テストを受けて、まあ、因縁っぽくなってたけど、よしはしに関しては、ただ、俺とよしはしは別の道行っただけだって因縁でも何でもないと思っております。それだけです。さよならにしろ、触れないところにしろ、あいつらにやられるのが一番ムカつくからね。この前の大阪、内藤とやったもそうだけども、まだこの状態じゃ絶対に終わらない。必ず巻き返す。まだ、全く俺は、全く自分自身に見切りつけてないからね、それまでまだ終わらない、また行くよ。何回でも行って必ずあいつら打ち止めてやる。